これきつい、ほんまにいくやって思うんですけど。こんにちは、天竺です。今回皆さんにちょっとおすすめしたいものがありまして、ちょっと今回ご用意しました。これサンブーカっていうんですけど、アメリカ産のラムですね。ハイラムウォーカーっていう。なるほど。はい、まあ、アルコール度数42度ある。まあちょっといろいろ皆さん罰ゲームとかで、ね、使ってるものではあると思うんですけど、まあこういうのもね、楽しくちょっと皆さんでね、パーティーとかで使っていただけたらなと思って。いいですね。はい、もうなんか途中からはみんなも見たことあるようなものになるかもしれないですけど、はい、まずとりあえずこの中に、はい、はい、これですね。で、まあこれだけ入れたら、はい、ちょっと次ちょっとね、この表面の、はい、これでね、こうやって表面のアルコール飛ばしていくわけですね。で、そっから、はい、こっちのグラスに、アルコールをまず飲んでね。はい。これきつい、ほんまにいくやって思うんですけど。どんどんいきます。まだ残ってる。まだ残ってるんですよね。これはなんかね。ではこれぐらいです。ちょっとで、火をつけるんですね。はい、あと表面温度を熱くしないといけないんで、なるほど、ずっとこうやってつけてもらって、はい、で、なじませて流し込みます。はい、で、これで蓋をしながら。という感じです。はい、はい、終わりで。はい、というわけで、はい、そうですね。今回ちょっとサンブーカを紹介していきました。こんなに良かったんですかね、でもね。この次はスピリタスぐらいでいきます。スピリタスはほんまに3杯飲んだら歩けんすよ。まっすぐは。ねえ、はい。サンブーカごときなんで。サンブーカ、そうですね。でもアルコール度数って言ったらテキーラと同じぐらいですかね。うん。でもやっぱこういう風にして飲むと、なんかすごい、まあ楽しいですよね。みんなでやると。なんでぜひね、皆さんも試してみてください。サンブーカ、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。